外務省の皆さんと可愛い大使というのですね企画しまして青木美咲子さんとか木村優ちゃんとですね海外いろんなところに行ったんですね僕はそのプロデューサーという立場でした可愛い,いパティンをご覧の皆さんこんにちは桜井高まです可愛い,いについていろいろお話しさせていただこうと思ってますよろしくお願い致します可愛い,いっていう言葉とですね私の出会いなんですけど2000 8年に遡るんですね。で、えー、当時ですね、外務省のアドバイザー的なことをしていまして、海外にですね、外交官の方々と出向く機会があったんです。で、その時に、もうジャパンエキスポという、もう今では日本でもとっても有名になったイベントがあって、まあ、そのイベントに行ったんですよ。そうしましたら、そこに、まあ、噂には聞いていたですね、ロリータとかゴスロリの女の子とか、えー、コスプレの女の子はものすごい数でいたんですね。もうまさに、 原宿と秋葉原が合体したような場所になってました。で、やっぱ写真を撮らせてもらうときに、本当に可愛いので、つい可愛いっていうふうに、可愛いねとか可愛いとか言ったらですね、みんな喜ぶんですよ。で、うわ、本当に可愛いっていう言葉って世界中で通じるんだなーっていうことがですね、リアルにすごく分かった瞬間でした。 でその後、この可愛いっていう言葉で何かできないかということで、ですね外務省の皆さんと、可愛い大使というのですね企画しまして、2009年ですね、この番組でもとっても人気があるって青木美沙子さんとか木村優ちゃんとですね、海外いろんなところに行ったんですね。僕はそのプロデューサーという立場でした。でいかに可愛いとっていう言葉が日本、あの世界中で愛されているかっていうことを知ったんですね。 で、あの、海外のみんなが可愛いっていう言葉を本当に自国の言葉に交えて使うんですよ。もうフランス語や英語の中に可愛いって言葉が入ってるんですね。で、これってなんでなのかなってことをですね、考えていくと、結局自分の国の言葉にない言葉だから、それは使われ。 もともとキュートとかミニョンとか、えー、クワイとかですねそれに近い言葉はあるんですけどやっぱりあの可いいって言葉を使う、まあ、特に女の子たちと話していると自分の国の言葉とは微妙に違うって言うんです。でそこで彼女たちよく話していると可愛い,いっていうのの本質が見えてくるんですけど彼女が自国語彼女たちが自国語に交えて可愛、えー、いいって言葉を使う時にはそこには日本的なっていう意味が入ってることが多いんですよ。 ですので、すの象徴的な言葉を言うとハローキティについて形容する時は可愛いなんですね。でも例えばスヌーピーとかですねえ他のキャラクター日本産日本製以外のものを言う時はやっぱりその自国の言葉になってくるんですね。これなんかすごく象徴的なことだと思うんですよつまり彼女たちが可愛いって言葉を使う時はどこかに日本に紐づいているものの気持ちを感じる時にその言葉を使うんだなぁと思うんですね。 一度ね、原宿を歩いている、えー、海外の方にインタビューしてもらったことがあるんですけど、日本人は可愛い民族ですって言われた時には、とても驚いたことがあります。まあ、可愛いはいずれにしても、21世紀に入って、えー、世界に一番広がった日本語であることは間違いないですね。私はですね、職業はプロデューサーで、作家で大学教授です。まあ、いろんなことをしてるんですけども、2007年からライフワーク的にですね、文化外交活動、 そういういのに取り組んでますでも外交って言ってもですね、あんまり堅苦しく考えないでください。えー、もちろん外交っていうのは政治家や、えー、外交官の皆さんが、するものって皆さんも考えてらっしゃいますけど、えー、僕たちのようなですね、民間人でもたくさんできることがあるんですね、えー。そんな外交活動を私自身も民間人として取り組んでいるつもりでいます。詳しい話を知りたいっていう方はですね、よろしければ私が書いたですね、本などを読んでいただけると嬉しいです。 かわいいについてはですね、えー、PHP 新書から出てます、世界かわいい革命っていう本があるんですけども、この本がいいかなと、えー、思います。それから文化外交に関してはですね、この、えぇ、ー、ちくま新書から出てます、アニメ文化外交、えー、とかですね、えー、PHP 新書から出てます、日本が好きすぎる中国人女子。 こんな本に詳しいので、もしよろしかったらぜひご覧ください。他にもいろいろ本が出てますので、読んでいただけたらと思います。また感想なんかは Twitter とか Facebook とかいろいろありますので、そういったメディアでお知らせいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。